ドンミシー、はるか、ここね、もほ、私たちはチェゴです。というわけで本日も大人気シーンの大量購入品、というわけで本日はですね、これからの季節、夏服のコーデを7着、そしてリクエストが多かったレッスン着3着を、合計10着をご紹介したいと思います。結構私今回小物とかも購入しました。私は今回ちゃんとコーディネートをしました。前回ね、そう、前回は下がないとか上がないとかがあったので、ちょっと今回はトータルをしっかりとコーディネートしました。楽しみ。私は髪の毛が荒くなったので、うん、そうね、そう、可愛い系とサブカル系、どっちも選んでみました。おお、楽しみ。それでは早速紹介していきたいと思います。はい、レッツチェゴー。はい、はるかはまずこのトップスから見てください。パールがついてて、そう、でボタンもパールになってて、ここで取り外し可能なの。こういう感じで、すごっ。でこれね、結構安くて、形も腕がふわってなってるから細く見えるっていうかさ、確かに、ね、そう。で全体的にパールがついてるのとガーリーな感じで、すごい上品に見えると思います。次はボトムスです。こちらハイウエストになっていて、はるかはちょっとちっちゃいかもしれないなって思ったんですけど、足が長く見えるしストレッチも効くので、すごいおすすめです。そしてこちらのカチューシャ、これもパールがついてて、かわいいでしょ。女の子っぽくて、かわいいです。で靴下がなんか鈴がついてて、あとここで前に縛ってるのができるやつ、かわいい、超かわいくない。靴もあとここでこんな感じで、ほんとかわいい。そう、しかも歩きやすいめっちゃ。あ、そうなんだ。でもヒールの高さがさ同じだからさ、めっちゃ歩きやすいって思う。かわいい、超かわいい。足長効果です。いきます。ズリか。はい、私は黒のタイトワンピースに、この黒のジャケットにピンクのカバンにしました。この中のワンピースの素材が薄いニットで、これ夏にもすごく使える生地だと思います。で首がここでリボンを結ぶようになっていて、すごいセクシーで可愛いです。背中は、はい、やってる。背中はもうがっつり、ボシーンって開いてます。そして、これ、このジャケット、前回もなんか、こういう感じの似たジャケット買ったんですけど、今回は、そう、中が白になってて、そう、腕まくったら、なんか大人っぽい感じになるなと思って、ちょっと前回と違った感じになるなと思って買ってみました。生地感もなんかしっかりしてて、ちゃんとここに肩パッドが入ってます。で今時っぽい形です。これ次はピンクのバッグでーす。かわいい、これなんか海外っぽいなと思って選びました。開けて、チャックがありますね。はい、こんな感じでございます。中には携帯もすっぽり入っちゃいますし、お財布も入りますし、多分軽いお化粧道具はたくさん入る感じになってます。最近はねミニバッグが流行ってるので、こんくらいの形がすごいいいなって思います。どこ行くときにするの？デート、夜ご飯デート。あー、いいね。ラスベガスで夜ご飯デート。そんないいところに入れるの？確かにちょっと大人っぽい感じのイメージなので、うん、夜ご飯のデートにいいんじゃないかなと思います。この靴下もシーンです。裏にニャンコがついてて、そう、ここで止めれるみたいな、すごいよね。そう、止めれるし、ちょっとここ透けてるし、可愛いなと思って選びました。で、今度はこの靴、可愛さもあるし、ちょっとかっこよさもちょっと入ってるなと思って、そこですごく可愛いらしいデザインになってます。可愛い、ちゃちゃーん、大人コーデでーす。まずね、このトップスのシャツなんですけど、生地感はなんかちょっとすごい涼しい生地で、なんだろう、これ何生地？通気性抜群生地。通気性抜群生地。海とか海辺でちょっとこういうの着たりとか、あとなんか中に着て羽織るだけでもめっちゃ可愛いし、わかるかな？結構模様が可愛いんだよね。可愛いね。なんかチェックとさ、そうそうそう、もつもつみたいな。持つ。これも結構ね伸びる生地だし、ストレッチ効いてるから超いい。でシャツに合わせたのがこちらのスリットのミニスカート、かと思いきや、あー、そう、
ので、なんかまほちゃん曰く今スリットが流行ってるみたいで、はい、流行ってると思いますよ。セクチー、セクチー、可愛いですよ。なんかね、片方だけなんかちょっと見えてるのがすごくいいですね。いいよね。はい、なんかチラ見えぐらいが、チラ見えぐらいが一番エロ。一番。首元はちっちゃいアクセサリー持ってなくて、うんうん、こういうの欲しいなと思って買いました。衣装にも使えそうですね。ね、うん、おカバンは普通にこれだけでも使えるし、なんとピュピュピュー、ゴールドのチェーンがねついてるんですよ。いいね。それで肩掛けバッグに持ち帰って、まあ、ちょっとしたねお出かけの時にめっちゃいいなと思って買いました。じゃーん、見てくれー。はい、こちらめっちゃ可愛い T シャツです。これサイズ感は結構デカめにして、でプリントの感じもあのね安っぽくなくて、はるかの好きなデザインです。めっちゃ可愛い。マジで可愛いね。パンツは結構デカいんですけど、こういう感じ、そうめっちゃ可愛いの。可愛くない？めっちゃ可愛い。しかもさ、ちゃんとしたデニムの生地なんですよ。確かに本当だ、生地感結構しっかりしてる。で、ここの刺繍がマジで可愛いの。可愛い。あとさ、なんかさ、真っ暗なデニムにこの白の縫い目っていうのがまた一つおしゃれポイントが上がってます。確かに。そしてアームカバーはこちら。可愛い。使いやすい。アームカバーっていうか。そう、これはあのね、取り外しできる、これが。でストレッチが効いて、すごい夏でも暑くない。あとこれはただ絞るだけじゃ可愛くないなと思って、ポイント入れるためにふわふわのゴムを選びました。可愛い。実はこんな感じ、ちょっとだけソールが高くなって、でもねめっちゃ歩きやすい。これもほんと伸びるし、あんちゃんダンスとかで全然できると思う。いけそう。まさかね、生地感ちょっと革っぽいよね。ほんとだ、可愛い。めっちゃ可愛い。テーマはサブカル系の男子の彼女です。めっちゃエイペックス強そう。確かに。こう見えてる。テーマです。以上。はい、続いてはマホのコールでーす。ギャウー、可愛いんだよこれが。シャツにこんな感じでプリントされてて、なんか珍しいなと思って。そしてこの中がね、衝撃に可愛いの。ここに首があって、ここにさらにあって、なんかちょっと不思議な形なのがすごく好きです。このタンクトップの生地もすごく薄手なんですけど、伸びるんだ、ね、そう、めっちゃ伸びる。だけど透ける気配もないですね。すごく好きです。これいっぱい使いたいと思います。そしてこのスカート見てください。エンジェル大好きそう。でも可愛いんだけどちょっと短い感じ。すごく短い。見えてもいいような感じのやつ履けば全然いいと思う。で、これも意外とビヨーンと伸びます。そしてベルト見てください。この完全にギャルの象徴。なんか服も物足りなくて、うん、ちょっとなんか強くしたいなみたいな時に使えるなと思って買いました。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いんだよこれ。なんかやっぱさ、さっきからラスベガスにそうなの。ちょっと最近海外っぽい服にハマってるのかな。そしてこのレッグウォーマーです。ちょっと私は結構足がコンプレックスなので広がってる感じのやつを選んでみました。めっちゃ可愛い。なんか可愛い。なんかニットだけどなんかそこまで厚すぎないから。そう、そうね、全然夏でもいける。全然いけると思います。で、靴は実はこれはるかのチェーンなしです。いいね。これはもう単純にダンスカバーで使えるんじゃないかと。使えるだよね。でこんなそこで踊れるんだ。いや絶対踊れるね。ここしっかりしてるから大丈夫だなと思います。はい、ということで私のコーデでいいよー。おー、ボーイッシュですね。まあ、まず T シャツからいきますか。スパンコールがピャーってなってて、うん、ハートがめっちゃ可愛いです。可愛いね。しっかりしてる。そう、生地感もねしっかりしてて、汗かいても吸収してくれそうな生地です。このベストはですね、うん、なんかさらっと着るようなこういうベストが欲しくて、うん、なんか白 T とかにも合うし、短いやつとかにも結構合うと思う。でこれはデニム生地になってて、うん、結構しっかりしてるので、うん、こうデザインも細部ディティールにこだわって、これを着るだけで一個なんかワンランク上のおしゃれなのかなっていう感じです。ズボン、これはねメンズなんですよ。実はそう、メンズのやつなら余裕でいい感じに履けるパンツになってる。ボーイッシュ系な女の子コーデです。3着目、はるかはこのトップスめっ
っちゃ可愛い。レースがついてて、でリボンもここで前にこうあって結んで大きめのリボンができるっていう感じなんだけど、あのね腕のねふわふわの鍵見て、可愛い。可愛い。あ、ちょっとシースルーになってるので、うんうんうん、夏にぴったりだと思います。スカートは真っ黒で形も綺麗で、綺麗で、で後ろがねこういうあのフリルがついてる。前だけついてる感じ。めっちゃ可愛い。そういうジャンルもさ、シーンたくさんあるのすごくない？そう、ワクワクしちゃって見てて。すごい安いし、ね。そう、服もあるんだと思って。で、最後にアクセサリーは、真っ白のリボンです。かわいい。かわいい。一つ、ボーンとついてると、もう一気に女の子感増すし、そうね、今回のテーマがお嬢様っていう感じなんですけど、お嬢様みたいですか？お嬢様みたい。ありがとうございます。それでは、ごきげんよう。はーい。はい。ということで、真帆でーす。どんだけラスベガスだろ。私はまずこのトップスですね。これがもうめちゃくちゃ可愛いと思って一目惚れしました。ここに文字がついてて、マンテロビーン、マンテロビーンこのマンテロビーンのトップスすごいちょうどいいんですよ。すごくピチッとしてて真帆が大好きな形です。ここボコってしてません？なんか肩パッド入ってる。そうなんですよ、肩パッド入ってるんですよ。肩大きく見えると顔が小さく見えるかなみたいな。いい感じの女性らしい逆さんになってる。ああそうだね、こういう感じね、うん、生地感ももうモホが大好きなビヨンビヨン生地です。今度はこのカーキのスカートです。かわいい、かわいい、すごいかわいいの。このね大きめのベルトがすごい魅力的だなと思いやして。てかさ、同じサイトで買ったとは思えないほどさっきのはるかとさ、確かに確かにこれ同じサイトですよ皆さん。同じサイトに売ってるんですよすごくないですか。すごい色好きだろ。そうだよね。まあスカートはこんな感じでタイトなミニスカートです。3着目の琴音のコーデです。お姉さんじゃないですか。はい、ちょっといい女コーデです。おちょっとしたディナーとかにもこれでいいし、ウニもいいね。二の腕のこのピラピラ感もめっちゃ可愛いし、ふわふわしててしっかり肩があるようになります。で、胸元のこの V ネックね、この V がいい女感を出して、で、さっきのアクセサリーで、これがね、ポイントなんですけど、リボンが結構ね、胸の下ぐらいにあるから、うん、だからこれで足長効果、うん、になる、うん、そう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 。で、生地感はテロテロの結構薄いんだけど、でもね、意外とストレッチ性もあって涼しい生地になってます。 A ラインになってるのめっちゃ可愛い。で、こちらは厚底のサンダル、可愛い、可愛いよね。そう、パールついてるから、こう靴下で履いても可愛いし、裸足で履いても可愛いなって思う。パカって取れるタイプのやつなので履きやすいし、脱ぎやすいです。夏はね、これ絶対履き倒すと思う。アクセサリーはピアス。チャチチャーン。蝶々のパールのピアスです。大きいだけど、パールだからお上品な感じもあって、めっちゃ可愛いです。いい女コーデになりました。いい女だよー。じゃーん。4着目。はい、はるかはワンピースでーす。かわいい。かわいい。首元がこういうレースになってて、ボタンがついてて、この肩がふわっとしてる感じです。腕が細く見える。そうだな。そうなんだよ。しかも短すぎないんだよね。うん、そう、これは結構ストーンっていう感じだから、うん、カジュアル。そうね、私動きやすいし、さらっと着る時に、ね、そう、デザインもなんか色味が結構派手だから、一個だけ着たのにも変わらずめっちゃおしゃれっぽい感じで、すごいいいと思います。ありがとうございます。はい、先にちょっと言いたいことがあるんですけど、ちょっと今回のは参考になるかどうかはわからないし、ちょっと自己満が多いですけども、よかったら見てください。はい、ピンクモンです。似合ってる、似合ってる。じゃあ、まあはただ好きだから着てるんですよね。似合ってるかはちょっと置いといてわからないんですけど完全にキャサリンだね。そしてここがハートが、そう、ストーンでついてて、これすごい可愛いんですよね。そのシーンさんの
画像の外国人さんが着てるともう可愛くて可愛くて、もう欲しいと思ってやっと手に入れたんですけど、結構キャサってますけど大丈夫ですか？かなりキャサ。逆にもうキャサっちゃおうってことで。はい、でもベロー生地でなんかすごい伸びるし、上と下別にセットできなくてもいいし、下違うズボンを履いたりすればいいんじゃないかなって思います。これフードついてるのもすごい可愛いです。可愛い。上もすごい短くて、ウエストがキュッてなるので細く見えます。夏コーデって言ってんのにさ、なんか季節がさ、イエーイ。ことでの4着目、チャラーン。かわいい。これでもね、うん、M なんだよね、上が。あ、そうなんだ。そう、M でちょうどよかったなって感じ、うん、今流行りのレッグウォーマーじゃなくてアームカバーで、そう、これセットなの、上とめっちゃいいよね、そう。白にはベージュのパンツです、うん、でもこれね、うん、S にしたんですけど、ウエストをもうちょっとここ中で調節できるから、 M ぐらいにしてもっとダボダボで着たかったかなーっていう感じですね。皆さん M とか L とかをおすすめします。そう、ここで調節できるから、めっちゃいいね、そういうの。そう、ウエストはそれで調節してもろて、うん、だー、5着目。はい、はるかはまず口ピです。喋りづらいので先に紹介します。はい、この口ピは2連になってます。ちゃんとはまるので痛くないです。こんな感じ、かわいい。そしてこの T シャツ、かわいい。めっちゃかわいくない？かわいい。びっくりした。口コミを見ずにこれを選んだんです。ちょっと怖いなと思ってたら、デザインの感じもめっちゃロック系で可愛いし、サイズ感がはるかに完璧じゃない？そう、ね、これ腕とさ、ね、すっごいでかいの、ね、形が逆にしっかりしてないのがすごいいいなって。そうだね、可愛い。生地も薄いので、うんうん、夏にぴったりだし、うんうんうん、このズボン、これめっちゃさ、見たい、うん、そう、このズボン大人気なの。大人気だよね、それ。普通にここで調節できるの、うん、シクシュってなってるのが可愛いね。可愛いね、そうそうそう、めっちゃ可愛い。細く見えるし、ね、買ったので、ね、デニムの感じも、うん、形もすっごい大好きで、超いいね。下でクシュってなってるのが可愛いなって思うの、うんうん、なんか彼氏の買いましたよ、そう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 、感がってて可愛いなと思います。アームカバーはこんな感じ、うん、あ、指が出るやつと、あとこれ見て、めっちゃ可愛いですね。そう、これね、 TikTok でこれとこれのコーデしてる方がいて、めっちゃ可愛くて、で、ハルがエクつけるからやりたいと思って、めっちゃ可愛い、それマジで可愛い、やばいよね、めっちゃ可愛いと思うんだけど、ハルが最初のカニ上げしてるからさ、隠せるじゃん。え、見えてるよね、見せて。いや、見えてない、隠せない、マジで隠せない、嘘でしょ、絶対見えてない、本当に見えてない、何に隠せてる。え、嬉しい。じゃあハルがこれで外出れるの？出れる、嬉しい。じゃあこれでたくさん外を練り歩きたいと思います。はい、まほです。今回のコーディネートはお姉さんみたいな感じを意識しました。このカーディガンとこれは別セットなんですけど、なんかすごい色合いも合いそうなやつをカーディガンも探して、まほってさ、組み合わせるのめっちゃうまいよ。そうかな、めっちゃ探したので、やっぱり私はね、こうポヨンしてるのがすごい好きなので選びました。これはね、薄いニット、もしゃもしゃ。この柄が可愛いなと思って、まあ、何よりその着てるお姉さんが可愛くて、ちょっと選びました。でね、首の感じとかね、可愛いなと思いまして、めっちゃいい。これはすごい伸びます。して透けます。本当は夏専用って感じですね。で、これ、リボンついてるんですけど、つけなくてもいいし、こういう感じにしてもいいし、あ、なるほどね。そうそうそう、これキュッてやって、なんかもうちょっと清楚なお洋服の時は、こういう風にしてもいいし、みたいな感じです。そしてズボン、ダボダボでーす。大丈夫ですか？はい、ふざけすぎました。色が、え、ここ色マジで可愛い。そう、真ん中薄い、横は濃いっていう色が、そう、すごい可愛いなと思って。え、後ろも可愛い。後ろも多分そうなってると思う。そう。なんかちらっとちょっとなんか破れてるっぽいですね。赤っぽい。そう。でもね、もうちょっと破れたいから、こうやってニーってやって、もうちょっとなんか足を出したいなって。以上でーす。はい。私は可愛い韓国女の子コーデです。そうだね、韓国のアイドル休日。あ、そうそう、アイドル、韓国アイドル休日。やっぱね、夏といえば女の子はワンピース。そうだね、絶対一回はね、ワンピース着るべきなんです。
なので私はちょっとここの、うん、このラインがここシューってなってて、うん、こっちめっちゃ可愛い、可愛い。で、あとはやっぱねこのポコね、そうポコですね、肩ポコ。女の子らしさを出すんだよね、そうポコは。なんかお上品なんだけど、うん、飾りすぎてない感じ。あとね、やっぱ V 好きだわ。襟に V めっちゃ好き。あー、わかる。襟に V いいよね。うん。めっちゃわかる。形がさ、大人の細さをもっと細く引き出してる感じ。そうだね。嬉しい。A ラインの感じがね、すごい。本当にすごい。本当にシーンがすごい。すごい。本当にありがとうございますって感じ。じゃーん。6着ねー。はるかはこの水色のセットアップです。かわいい。これは丈が短くてズボンもちょっとハイウエストになってるんですけど、ウエストが結構ボカボカだからちょっと詰めないと、まず詰めないと、詰めないと、詰めないと。生地感がこういう感じになってて、ワッフル生地。あ、そう、本当にワッフル生地。ワッフル生地、ワッフル生地だそうです。ちょっとコンビニに行くとか土産でもすごくいいし、この色と形とセットアップっていうのがすごい可愛いなって思いました。はい、でこちらはメガネです。琴音がこの前メガネをすごいつけてて可愛くて、はるかをメガネつけたいなって思って買いました。なんかちょっとグレー水色みたいな。なんかはるかさ、ちっちゃいのよりでかいメガネがすごい好きだから、うん、このぐらいのデカめのメガネが可愛いなって思います。以上、じゃーん、マホの6着目です。なんかこれ見覚えあるなって言われて、あれあれコトネのニットバージョンです。へー、私の生地は、うん、結構ほんと薄い、薄手だよね。伸びるし薄手で、薄手の伸び系の。マホのはなんかほんとニットって感じ。ニット系だね、うん、かわいい。ニット系ですね。このね、やっぱね、ここの手の部分、これはすごくね、女の子らしさを出すから、すごい可愛いなって思います。下のズボンですね。可愛い、可愛い。なんかね、ヴィンテージ感があるんですよ。え、わかる。めっちゃ可愛い。古着っぽい感じが、めっちゃ、色が好きね、これの。うん。なんていうのかな、普通のジーンズじゃない感じ。形も可愛い。そう、形も可愛い。今時っぽいよね。これはちゃんとね、ポケットあります。あ、そうなんだ。そう、これは偽物じゃないし、本当に入れられるやつですね。すごくいい。はーい。姫が通るよ。自分がない。ということで、トップスですね。もうさらっと着れる、もうほんと清純派みたいな。羽織。マジでもうなんかさ、夏の夜にさらっと着たい。超いい。こちらはタンクトップになってるんですけれども、もともとパッドが突きついてます。まあワンチャンね、ブラなしでもいけるんじゃないかなって思う。そして可愛いのがね、見えるかな、ハートなの。さっきの黒のスカートを合わせて、これもなんかちょっと韓国系女子をイメージしたものになってます。7着目、量産の皆様お待たせしました。こちらシャツになってます。で、腕が結構ね、長いから、萌え袖に可愛いと思うし、生地がテロテロの生地になってます。可愛い。そう。涼しくてすごいいいです。形もしっかりしてて、ここはちょっとだけ、ちょっとだけふわっとなってて、で、これついてると思うやん。これ別売りなんですよ。あ、そうなの？そう。だから、なんか、いろんなワイシャツに、このリボンのバレッタをつけられるので、すごいおすすめです。しかもね、ゴージャスなの。大きくここにダイヤモンドがついてて、リボンがついてて、大きくてすごいワンポイントで目立ってすごいいいなって思います。光沢感のある生地が可愛いね。そう。しかもさ、暑くないんだよね。涼しそうだよ。そう、涼しいの。このワイシャツすごい使い勝手もいいなって思いました。以上。はい、続いてはマホです。まずこのトップス、このね、胸のところがこのバッテンになってて、めっちゃお姉さんって感じで、セクシーで可愛いで、ね、結構ここめっちゃ分厚くてすごいいっぱいボーン、そう、めっちゃしっかりしてるほらボヨーン、すごいしっかりしてるから、なんかね、多分落ちる心配もない。ゴムもすごい硬くて、そう、生地も結構伸びてて、これ着やすいと思う。これね、普通にジーパンでもいいし、何でもあるんじゃないかなって思います。最近灰色が好きなんだよね。なんか灰色ってなんかエロくないっていう、魔法の中のあるのよ。魔法の中であるのよ。灰色ってエロいなっていう。確かに。このスカート、なんて言うんですか、これは。これなんて説明したのに。そう。オファブスリップスカート。シ
シーンの名前っぽいよね。それがだと思う。左右非対称スカートです。なんか、なんかね、なんか魔法的には衣装で使えるんじゃないかなって思いながら選びました。結構上級者コーデかと思いきや、黒だから意外と上なんでも合いそう。そうね。しかもね、これ生地めっちゃ薄いんだよ。生地薄いんだけど、なんかね、嫌な薄さじゃないし、透けないから。魔法は結構透けかなって思う、こんくらいの薄さ。うん、ちょっと他の人とは違う感出せるんじゃないかなと思います。ことでの7着目、これはさっきのハートの T シャツをインして、スカートがねすごい、ね、これすごいよね、ゴージャスしさ、そうセクシーだし、そうゴージャスセクシーなんだけど、うん、上をこういうダボっとした感じで、ダボ、ゆるとこのセクシーゴージャス、ね、なんか、なんていうの、あ、そう、アマカラミックスにして、なんて言うんだろう、わかる、値段しぎてないけど、そう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 、ちょっと攻めてる、そう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 、いや、アマカラミックスだね完全にアマカラミックス、要はアマカラミックス、要はマジでこういうのめっちゃ好きなんだよね、かわいい。じゃじゃーん、レッスン2編1着目、まずこちらの T シャツから紹介していきます。青でハートのデザインです。で、背中がね、こうなってます。かわいい。で、結構デカめの素材なので、うん、ヒップホップとか踊るときにめっちゃいいと思う。そうね。あとはなんかさ、こうやってさ、背中を入れたりして、そうね、いいですね。着こなししたらかわいいなって思います。これか灰色のさ、グレーのパンツ、初めて着たんですけど、かわいい。カジュアルだよ、すごい、うん。なんか似合わないかなと思って挑戦できなかったんだけど、全然違う。生地がね、結構薄くて、夏用だからすごい便利だなって思う。へ、長さもすごい、はるか結構低身長なんですけど、結構ね、結構低身長なんですけど、だいぶね、150いってないよね。いってる、いってる。長さもね、本当にちょうどよくて、ガチヒップホップを踊るときにたくさん使えそうだなって思います。うん、以上、マホのステスギはい。はい、マホのレッスン着1、水色をテーマにしました。水色をテーマにして、これ全部別売りなんですよ、私がチョイスして選んだ商品です。まずね、多分一番ね、目つくのがこのね、スウェット。これスウェットじゃないんだよね、手ぬぐいのしっかりしてる生地なんかこれ夏かける布団みたいなでもね、透け感とかも多分ないと思うし、うん、とりあえず色が可愛い。あと、このゴムが可愛い。いや、嬉しいゴムが可愛い。そう、このゴムがね、すごい可愛いなと思って、一目惚れしてしまいました。こんな感じです。サイズ感は。まあ、ストンとしてるけど、ダボ、みたいな。はい。そして、この中のタンクトップ。これはまたね、私が好きなね、やつなんですよ。こういうね、またお前、これ後ろだよって言って、この後ろがね、かわいい。これを被るだけで、タンクトップが完成しちゃう。ちょっとスポーティーっぽいかなと思って、ここに黒い線が入ったら。すごいかわいい。これからいっぱい使いたいと思います。そして、この上のカーディガンね。このカーディガンは、このズボンの色に合わせて、なんか上に羽織るやつ欲しいなと思って選びました。これね、こんくらい薄い方が踊るときは熱くないし、この色がね、可愛いの。この金髪にも合いそうな色合いしてる。これでいっぱいダンスしまーす。私はセットアップでーす。そう、セットアップだから、これさえ買えばもう上下が整って超楽っていう感じなんですけど、今ね、これ M 着てるんだけど、L でもよかったかなって感じ。もうちょっとダボダボに着たい人とかは、L にしても全然いいかなって感じ。でも M でもなんか、めっちゃいい感じに、ダンスができるんじゃないでしょうか。で、生地感は、綿生地。ここで、クシュクシュとかを調節したりできます。ピーってやったら、クシュクシュな服になります。で、ズボンも同じ生地感で、綿で、めっちゃ伸びる。透けてない。お、透けてない。なんか透けてない。結構ね、透ける透けない問題がある。いや、そうなんですね。これ透けてないんで超優秀だわ、すごいっていうシンプルなんだけど、細部でちょっとおしゃれ感を出してるレッスン着になります。じゃーん、2着目。
はるかはガールズを踊る時のスタイルです。言い訳言い訳レスニーです。あなたも言えないから。あなたの方が言えない。どうだろう。たまにさ足出して、うん、でなんか例えばこのピチッとさしたさガールズボンヌ、そう T シャツはさっき紹介したもので、今回はピチッと靴下です。ラットシューズなんですけど、すごい踊りやすいです。軽い、すごく、形がね、すごい、うん、はるかの好みになった感じで、靴下も、あれ、雨がついてて、うん、多分、それは、はるか、面白いね。あ、そうだね。はるかは、くるぶしの方がいいから、こうしてます。まほも、レッスン着でーす。でもさ、こういうの着て、まほは踊れるタイプだよ。どちらかといえば。まほ、全然服気にしないからさ。そういうのしてレッスンとかしたりするのかな。え、絶対すると思う。全然魔法は、魔法は踊れます。これでなので、魔法はこれはレッスンとして服を抜いていきます。これあと私服でも使えるので、はい、立ち割りだと私服できるでしょ。間違いない間違いない。はい、まずゼブラのキャミソールですね。首は後ろからこうやってクッシュンって通すだけでこのトップスが完成いたします。生地感はこれニット素材です。でも、まあ、タンクトップだからそんな暑苦しくないので、全然レッスン着でもいけます。そして、これデニム。これはね、くそかわいい。これはね、かわいい。これはね、もう形がかわいいです。形がなんかこういう、こういう感じになって、こういう感じです。でね、ちゃんとしてるから普通にデニムだけど。これは薄い感じのデニムなんで、夏にすごい使えるような感じになっております。ズボン、まあ、私ベロワ好きなんで、ベロワでこれでいっぱい踊れるなって感じ。ここゴムなのですごく楽ちんですね。ここにね、いっぱい穴が開いててすごくセクシーなのと、ここが足がこうピヨーンと広がっているので、こちらもセクシーになります。というわけで、やっとレッスン着らしい人が来ましたね。ちゃんとした人来た。でもちょっとね、私服でも着れそうな感じなんですけど、これは透けてる生地とあとちょっとふわふわの生地が入り混じったおしゃれな洋服になってます。で、これはね、ロンティーですね。結構、そう、かわいい。ダボーっとこうやって着てもいいし、こう、中にインしてもいいしっていう感じで、私は結構ね、レッスンするときはロンティーが多いんですよ。こうなんか形が、うん、オーバーだから、うん、ダボの服が多いかもね。そう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 、結構ね、ダボっと着れるのが好きなのでいいんですよ。で、こちらはジャージですね。え、てかさ、エンジン似合うね、マジでいいよね。ことだってマジでそっち系の秋っぽい色が本当に似合う、うん、エンジのかわいいジャージです。で、これはもう完全に生地はジャージで伸びるし、結構ね、しっかりしてるんだよね。しっかりしたジャージの生地で、動いた時のこのテロテロ感も結構ね、ダンスがうまく見えるようなテロテロ感です。めちゃめちゃお気に入りです。いかがでしょうか。はい、ラスト3着目。はい、はるかはこちら、だいだい柄の T シャツです。かわいい。そう、かわいい。かわいいでしょ。これは、青ベース、青白グレーのだいだい。結構しっかりしてる、そうなんですよ。で、結構 T シャツの素材とか形がしっかりしてるので、安っぽくは見えないと思います。で、このズボンは、はるか一回、このパンツ買ったの覚えてますか？ポケットがすごい下に、お尻の下についてて、はい、これをめっちゃ履きやすくて超使ってたんだけど、そしたら結構毛玉ができちゃったのね、うん、だから新しく買おうと思って再度購入したんですけど、あ、じゃあ2代目ですか。そう、そしたらね、生地がね、薄いの。この前のやつは裏起毛だったんですけど、今回は夏起毛なんですよ。夏起毛。そう、涼しくて、ね、で、踊りやすいよ。てか、めっちゃね、これ、この本当にこのズボン、マジでいい。マジでさ、踊りてさ、使った方がいいです。確かに。もう薄くなるわ。マジで可愛い。しかもさ、太く見えないっていうか、わかるか、じゃあ、ちょっと細い、細さの。そう。だから、すごいいいし、踊りやすいし、形もすごい好きで、いいと思います。以上
マオです。トップスは、この、かわいい手がついてるやつです。そう、かわいいのかわいいよね。そう、これついてるのと、今はちょっと、キュッて後ろにゴムでやってるんですけど、これ本当はね、ゆったり着れるやつなんだよね。多分ね、インしても大丈夫。こうやってインしても使えるし、なんかあんまピチってしてるのが嫌な人は、こういう感じでダボするのがいいと思います。下は、すいません、椅子なんですけど、まあこういうね、こういう感じで、こういう感じで、こういう感じ。ないとさ嫌なんだよね。なんかマホでっかダボしちゃうと動きがダボに見えすぎちゃってマホは嫌なのよ。なんかぐちゃぐちゃに見えちゃう、ダボっと着てると。だけどこう大きく見せたときはピチを着てた方が、マホはそういうタイプなんでございます。で、言い忘れたんですけど、生地感はめちゃくちゃ薄い、すごく気持ちがいいです。これ洗濯物すぐ乾きそう。マジでそうめっちゃ乾きやすいと思う。じゃあ、一人暮らしの皆さん、ぜひこれ。はい、買ってみてください。で、これ多分ね、デニムに履いても絶対可愛いと思う、これ。以上でーす。私のレッスン着は、ブラックコーデでーす。上は、これですね。肩さんが見えてて。生地感も、多分ね、マホと似てる生地感だと思う。あ、ちょっと違う。マホの方が。似てる。マホの方が、薄い。伸びる後。これも超いい感じ。すぐ洗濯乾く生地。で、ズボンめっちゃ可愛くない？ズボンやばい。超可愛い。ニコちゃん。いや、ガチで、このように気になってるさ。そう、ニコちゃん生地。生地は違う。ニコちゃん生地？何それ。ニコちゃんの絵柄のパンツ。で、これもね、生地感はね、はるかちょっと着て。似てそうじゃないの？ね、似てそう。あ、待って。似てる。一緒？ほぼ一緒。はるかの方がちょっと分厚いぐらいかな。本当だ。あ、言葉が薄いね。うん。これの方が。あ、そう。結構薄手のテロテロ。うん、夏生地。かわいい。マジでかわいい。そう。超動きやすい。うわぁ。マジで言葉、今までの中で一番似合ってる。え、マジで？もはね。まさかの。いや、スウェットです。はい。というわけで、全校で紹介し終わりました。今回さ、みんな系統がバラバラで、それぞれの好きなジャンルの人を参考にしてもらったらなと思います。はい、そうですね。みんな今回ちゃんとコーディネートも組んだし、私服とレッスン着に分けたし、多分ここら辺に番号を貼ってあるので、それで検索して皆さんもよかったらお揃いにしてください。はい、はい、それでそんなお揃いにしたい皆さんに嬉しいお知らせでございます。何ですか？今回、シーンさんからクーポンコード発行してもらいました。ありがとうございますクーポンコードはこちら、チェゴ1520です。これを使うとちょっと安く買えるので、はい、うん、そうなんですよ。なので、これでいいなと思った洋服、または他にも、あ、これいいんじゃないって宝探しをしてみてはいかがでしょうか。うん、はい、他にも雑貨とか、あのネイルパーツとか、うん、いろんな商品があるので、ぜひシーン概要欄に URL 貼るので、ぜひ見てください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、ゼゴでした。バイバイ。